ファランクス、古代ギリシャで猛威を振るった僧兵による密集陣形か。うわ、夜に一人でコソコソと。怪しいですね。勉強してただけだって。夜中に水浴びするのはいいけど、驚かすなよな。お兄様をドキドキさせるのが私のお仕事ですから。初耳だな、そんな仕事。明日は大事な戦なのですから、夜更かしはほどほどにしてくださいね。お兄様は私たちの宗主なのですから。わかってる。休むとするか。ほんと、これだけは俺のいた世界と変わらないんだよな。杯の誓い。陣形、あれは俺が考えたわけじゃない。すごいのはアレクサンドロス大王や織田信長だ。あれく、俺のは単なるチート。よし、明らかに敵は浮き足立ってるな。ここで決めるぞ。軍旗を掲げろ。全軍突撃。俺がユグドラシルに召喚されて2年が経過していた。ここではわずかな土地をめぐり、人々は命を奪い合い、弱い者は蹂躙され虐げられる。俺は言葉さえ通じないこの野蛮な地で、何の因果か狼の士族を率いる宗主に上り詰めていた。指示一つで誰かの生死を左右する立場に。お兄さん、キューフェリシア、相変わらずエインヘリアルってのは人間離れしてるな。どうやらあそこからですね。角のエインヘリアル。あらあら、また来ましたわ。おいおい、お任せを。お怪我はありませんか？相変わらず見事な縄さばきだな。女王様の素質たっぷりだ。
王様はお兄様でしょ。もしかして結婚してくださるのですか。ああ、女王様ってのはそういう意味じゃなくてお兄様ったら。まあそういうところも魅力なんですけど。それにしてもここまで攻撃が及ぶとは。前線はさぞ激しいでしょうね。ルーネは無事だよな。ご心配には及ばぬかと。あの子は最強の狼バーナガルムですよ。そろそろ角の総主狼のジークルーネが召し取ったり。思った通りルーネがやってくれたようですね。ああ、父上ご無事でしたか。お怪我などされておりませんか。前線に出てもないのに怪我なんかしてないって。むしろルーネこそ大丈夫か。ご安心を。女神の加護により私は至って無事、かすり傷一つ負ってはおりません。ご苦労だったな。褒美は何がいい。何でも好きなものを与えよう。何でもですか。俺が与えられるものならな。ではそのあ、頭を撫でていただけますか。それだけ。私にとってはそれが何よりの褒美でございます。まあそんなに言うなら。ルーネってば本当中堅なんだから。父上、何かおかしなことでも。いや、何でもない。そういえばルーネ、お前の捕らえた角の宗主はどうした。は、宗主の身柄は近くの兵士に預けておきました。よし、天幕を張れ。階段の準備だ。この子が角の宗主。はい、彼女がリネアードのです。まだ子供じゃないか。貴様だって僕と同じぐらいだろうが。とりあえず自己紹介しておこうか。俺はユート、狼の宗主だ。言葉を浪するのはスカン。単刀直入に聞こう。俺の子分にならないか。断る。なぜ角が犬ごときの風下に立たねばならぬ。寝言も大概にしろあなたこそ寝言は大概にした方がよろしいですよ。何が寝言だ。確かに以前までの我らは犬だったかもしれません。しかし我らはお兄様の手で生まれ変わりました。強くたくましい本物の狼へと。そんな貧弱そうな奴がどれほどのものだと言うんだ。口を慎め、父上の侮辱は許さん。控えろ二人とも。彼女は曲がりなりにも角の宗主だ。無礼な口は慎め。は、女どもが失礼したな。いや、僕も犬とか言ってすまなかった。高圧的な態度で反感を交わせれば、救いの手を差し伸べた者に好意を抱く。本で読んだ交渉術の効果抜群だな。さて話を戻そう。どこまで話したか。そう、子分の話だ。なる気はないと言ったぞ。では妹分ならどうだ。妹分。情報はこれが最初で最後だ。弟分や妹分であれば子分とは違い、絶対服従の義務はないぞ。しかしやはり我ら角は。そうか、なら仕方ない。お前たちの町を万の町の二の舞にしてやろう。住民を一人残らず虐殺し町を焼き払うというのか。俺の杯を受けんのならな。早く決めろ。俺はそう気は長くない。子分になる。だが子分にはならないからな。あくまでも妹分だ。それでいい。
かお体の調子でも。いや、疲れただけだ。よかった。バンの町を焼き払った悪名高き男とは到底思えませんね。当たり前だ。父上はそんなことしてないぞ。やはり納得できませぬ。父上は本当はとても慈悲深い方なのに。俺は慈悲深いんじゃなくて、ただ甘いだけさ。ああいう噂があった方が流す血が少なくて済むこともあるんだ。私はお兄様の甘さをとても尊く思ってますわ。あまりご自分を責めないでくださいませ。ベリシア、いつもありがとな。感謝など。お兄様をこの世界に呼び寄せてしまったのは私なのですから。私も父上のことを尊敬しております。うん、ルーネもありがとな。はい。よし、帰ろう。俺たちの町、イアールンビズへ。どうした？声援に応えてあげてはいかがですか？そうだな。やっと着いた。お帰りなさいませ、ユート殿。おめでとうございます。大将だったそうですね。ありがとうございます。女神アングルボダへと戦勝を祈願しておりました。勝ったのは自分らが祈ったおかげってことかよ。すみません、今急いでますんで、お話はまた後で。仮にも叔父に対してその態度は無礼すぎませぬか、ユート殿。我らは先代宗主の弟分、敬うのが礼儀。杯の関係とはですな、いかなる事情より優先せねばならぬもので。急いでんのに。俺がご来園のしきたりと。その話は私がお聞きいたしますわ。サンキューな、フェリシア。もっと太陽に当てとけばよかったな。来た。もしもし。よかった、ユウ君無事だったんだね。悪いな、心配かけた。でも俺はピンピンしてるから。本当よかったよ。おかえり、ユウくん。ああ、ただいま、ミツキ。ねえユウくん、帰る方法見つかった？いや、まだ。そう、でも絶対帰ってきてね。私待ってる、ずっと待ってるから。ああ。ここユグドラシルはおそらく異世界などではなく地球のどこかだ。使っている道具や文化から推測するに、紀元前1300年から2000年あたり、つまり青銅器時代後期の地球。その理由は地上から見える星が全く同じだったから。ここが北半球のどこかということは分かったが、正確な位置までは分からない。起きてくださいませ、お兄様。おはよう。おはようございます、父上。おはようございます、お兄様。朝食をお持ちいたしましたわ。いい匂いだ。ロータリーカーンな。あ、はい。おかげで毎日美味しいパンが焼けるようになりましたから。父上は本当に不思議な知恵をお持ちですね。スマホのおかげだけどな。スマホ？久しぶりに熟睡できたよ。もう元気いっぱいだ。それは確かみたいですね。
私でよければ今からお沈めいたしましょうか。いや、そういうのは結構っていつも言ってるだろう。あら、でもここはそうはおっしゃってはいないようですが。フェイシア、おふざけも大概にしないと不敬罪で叩っ切るぞ。あのね、ルーネ、男の人というものは出すもの出さないと健康に悪いそうなのよ。何、そういうものなのか。お兄様が悪女のテレンテクダに惑わされぬよう前もって手ほどきして差し上げねば。危険でしょ。ふむ、なるほど、一理あるな。あっさり丸め込まれるな。父上、貧相ながら私の体もよろしければ使ってください。今は色気より食け、飯だ飯。ふむ、確かに腹が減っては何もできませんな。女の出来方を覚えればその間ぐらいはいろいろなことを忘れになれますのに。角と杯を交わすとなると彼ら用の鉄武器がたくさんいるな。イングリッド作れるかな。よし、そろそろノロを抜くぞ。ユート？いや、久しぶりだなイングリッド。そこまで驚くことはないだろう。おお、久しぶり。そや、帰ってきてたんだっけ。なんだよ、冷てえやつだな。友達だろ。うるさいな。私は昨日から火入れで忙しいんだよ。お前のことなんか気にしていられるか。そうか、忙しいならまた出直すぞ。気にしなくていいって。まあ久しぶりに来たんだ、ゆっくりしていけ。ご本イングリッド殿、いつも言っているようにお兄様に存在な口調は。その以前のこいつじゃなかった。父上を知ってるからどうにもその時の癖が抜けなくて。すみませんでした、父上。笑うな。そんな、笑わないでくださいよ。今まで通りでいいって。イングリッドから敬語使われるとうっすら寒いぜ。そうですね、二人きりの時などは名前で呼び合っても全然構いませんよ。二人きり。おいおい、変な意味に取るなよ。またそのうち一緒に何か作ろうぜってことだよ。ああ、そういうことね。じゃなくて、そういうことですね。今後、角の宗主が俺の師弟、妹分となる。角が師弟に？となると、同じ武器を使うこともあると思ってな。そうか。じゃなくて、そうですか。ますます忙しくなるだろうけど、よろしく頼むな、イングリッド。じゃなくて、はい。ではこれより私神技師アレクシスが神帝の名代として聖杯の儀を執り行わせていただきます。ユグドラシルでは士族の人間すべてがその宗主の師弟となり杯を交わす。杯の関係は血のつながりよりも絶対で、聖杯という神聖な儀式によって宗主と師弟は固い絆で結ばれる。それがこの世界の習わしだ。この杯により敵対士族のいなくなった狼は平和な日々を謳歌できるはずだ。つまり俺は心置きなく元の世界に帰る方法を探すことができる。兄上、ちょっと一緒に風に当たりませんか。ん？別にいいけど。すみません、急にお誘いしてしまい。いいさ、なんだよ話って。角の民を狼の民同様に扱いくださいますよ。ヒラにお願いいたします。え、僕の身でよければお好きになさってくださって構いません。何もしないよ。妹分の可愛いわがままくらいただで聞いてやるよ。兄上、ありがとうございます。お兄様。何事だフェリシア。たった今国境ホルントリレより電書バトンが届きました。
気球の要件ゆえ本題に入る。今より4日前、西の大氏族ひづめが兄弟国角に侵攻を開始し、その国境沿いの砦を落としたそうだ。ひづめの兵数およそ1万。1万！？角は大敗したばかりで消耗していて、ミネーヤは国内には不在。侵略するのにこれ以上の好機はない。僕のせいだ。僕が負けたから。事態は緊急を要する。直ちに角へと救援に向かわねばならない。しかしユート殿、攻められたのはあくまで角であって我ら狼ではありません。ブルーノの言う通りじゃ。角には悪いが、聖杯もまだ交わしたばかり。友好を育んだわけでもない。そんな。もともと角は我らの宿敵、本来であれば奴隷にしていたところを仕方なく妹分で妥協してるだけのこと。ユート殿はまだお若い。それが理解できないだけのこと。ふぬけたこと抜かしてんじゃねえぞてめえら。大体その日のうちに杯の誓いを保護にしてみろ。狼の価値は地に落ちるぞ。角は助ける。これは決定事項だ。私の任務だ。ダメよルーネ、この任務の最低条件は。最低条件は5。Bカップ以上であること。